はい、こんにちは。今日は筑波大学の、4次関数の問題を紹介いたします。まず4次関数、このようなものがあって、で、それのある点における接線が、その関数と再び接点以外の異なる2点で交わる、状況を求めなさいということで、まずはとりあえずこれ外形書いてあげるんで微分してあげると 4x3 乗マイナス 4x と、ということは 4x で含って x2 乗引く1なんで、因数分解して x プラス 1x マイナス1と。ということは、これ外形は、0で極大、マイナス1とプラス1で極小。こんな。で、左右対称ですね。のグラフになると。で、それが、このある点における接線が、接点以外で2つの点で交わるって、これもう答え分かっちゃいますよね。答えだけでいいなら。これそもそもマイナス1よりもちっちゃいなとこだったら、もう見るからに接点以外は交わらないと。で、マイナス1のところで接線引くとちょうど、真横になって、で、二重接線になると。で、マイナス1よりもちょっとでかければ、こんな感じで2点交わると。で、同じ、こっちでも同じ話で、1より小さければ、2点で交わるんで、答えはもうマイナス1から1の間の x 座標だったら OK。で、すぐ分かっちゃうし、あと、これもう一回微分すると、2度微分して、12x2 乗マイナス 4=0 になる。で、イコール0なところは変極点なんで、x2 乗=3分の1。なんで、x=±1/3ルートのところだと、ちょうどこう三重根になるような x+√3/3と、もう一個はだからこっちもですね、 x−なんとかっていうところで三重根になるんで、そういうところは接点と1点しか交わらないから、ここはダメよっていうんで、もう答え分かってます。これ答え分かってるけど、ちゃんと書かなきゃいけないんだったら書くということで、これはもうあらかじめ答えが分かっているという問題だと、あんまりそういった故障はあるのかとか知りませんが、ケージ・コロンボ問題。ケージ・コロンボの内容をいくつかを完全にパクったのが古畑任三郎。古畑任三郎自体ももう終わってかなり経つんで、高校生だと両方知らない人もいるかもしれませんが、両方とももう最初犯人が、もうトリックとか殺人を犯す現場全部見せて、もう犯人分かってる、トリックも分かってると。で、その後、ケージ・コロンボや古畑任三郎が犯人とやり取りしていって、突き詰めていくっていうんで、もうこれ答えは分かってるけど、一応ちゃんとその答えがどうしてそうなるかを考えましょうっていう問題ですと。じゃあ、常等手段として、ある t、x 座標 t の点における接線の方程式は y イコール、4t3 乗マイナス 4t x マイナス t で f カッコ t だから、足す 4t4 乗マイナス 2t 乗、これが t における接線の方程式で、一応 4t3 乗マイナス 4tx でマイナス4だからマイナス 3t4 乗、でプラス4だからプラス 2t 乗と。で、それとこれとを連立させてあげると、交点が t で表されるということで、x4 乗で、この後割り算したいから x3 乗とか開けといて、で、これ引くこれなんで、マイナス 4t3 乗マイナス 4tx で引き算だから、プラス 3t4 乗マイナス 2t 乗、イコール0。これが、接点と交点を求めるための四次方程式で、これはもう簡単に因数分解できるのは、x-t の2乗を因数に持つと。で、これ四次なんで、展開して x2 乗マイナス 2t x プラス t 乗と、相手も二次式なんで、こっちが一次式だったら、ここと定数だけ見れば、これを合わせればいいんですけど、一次も考えなきゃいけないんで、割っちゃった方が早いかなと。で、組み立て情報で2回割り算してもいいと。1t t 次乗t 次乗マイナス2、係数だけ
で、t3 乗マイナス 2t。マイナス4だから、マイナス 3t3 乗。プラス4だから、プラス 2t。で、これとこれ立てるとちゃんと、ここの符号反対になるから、ちゃんと出てきて0になるって割り切れるって。で、もう一回 t で割ってあげれば、1t、2t、2t 次乗、3t 次乗、マイナス2で、マイナス2。で、ちゃんとかけてあげれば、これの符号が反対出てきて割り切れると。じゃあ、結局、この、接点を求める、交点を求めるための方程式は、x-t の2乗、x2 乗、プラス 2tx、プラス 3t 次乗引く2、イコール0と。なんで、この方程式が相違二実根、しかも t だったらダメと。これの解が一つが、まあ一つなり二つが t だったらそれはダメですよってことで、これがまず t を解に持っちゃいけないんで、これに t を代入した t2 乗プラス 2t 次乗プラス 3t 次乗引く2イコール0になっちゃダメですよと。そこが6t2 乗イコール2だから t2 乗イコール3分の1なんで t イコールプラスマイナスルート3分の1はダメですよというの予定通りと。この辺ですね。で、これがダメですよ。で、あとはこれが相位20個持てばいいんで、判別式が正。偶数だから4分の d が使えて t2 乗マイナス3t 次乗プラス2が、判別式が正ならいいと。そうすると、2t 次乗足す2、マイナス 2t 次乗足す2だから、こっち来て、2t 次乗、口閉じて2、t 次乗が1なんで、t はマイナス1よりでかくて、1より1です。まあ、予定通りの答えが出ましたっていう問題です。で、まあ、次、または、この先で、この関数、これだけしたんだ。で、この条件のことですね。x 座標が、x 座標がマイナス1から1の間の条件のもとで、まあ、接点、交点があったときに、アルファベータとしたときに、接点の x 座標が t と、アルファとベータのときに、アルファとベータはまあ、これの2回で、どっちがでかいとかって勝手に決めていいんで、じゃあ、ベータの方がちっちゃいと、アルファの方がちっちゃいとしたときに、等間隔って、あと、これももう1個、1つの答えは明らかここですよ。こうなってれば、なんで、1個は0は明らかですよね。これ左右対称なんで。で、それは、アルファ、t、ベータのときは、もう x 座標だけ考えればいいんじゃない？等間隔ってことは、こうなってればいいんで、x 座標が、の長さが等しければいいと。x 座標のこの横の長さが等しければいいんで、まあ、α、t、β、まあ、要するにそれはこれです。の時は、α プラス β が 2t になってればいいと。で、ここで解と係数の関係で言うと、これイコール0なんで、アルファプラスベータはマイナス 2t で、アルファベータは 3t 次乗マイナス2と。で、アルファ足すベータが 2t ってことは、アルファ足すベータがマイナス 2t と連立させれば、4t イコール0で、t イコール0はまあ、予定通りのここと。なんで、これはまず一つの答えで、で、これはもういいや。一つは、x 座標が、0の時と、で、順番がまあ、要するにごく普通のこんな感じの時、t、アルファ、ベータの時は、とまあ、あと反対ももう同じなんですが、式としては多分同じなのかな。そうすると、t 足すベータが2アルファ。これ反対でも同じ式になりますね。ベータと、反対だから、
こっちの時だ、こっちの時 T が一番でかい時、アルファ、ベータ、T の時でも、あ、そうすると、アルファとベータが入れ替わっちゃうのか。それでも、おそらくこれがあるんで、二次方程式になって、結局、プラスマイナスがアルファ、ベータになると思うんで、とりあえずこの場合、T たすベータが2アルファ。で、もうあとそれだけで。で、これと合わせて、アルファ、ベータ、T っていう 3つの未知数で、式3つだから、まあ答えが出るはずと。いうことで、これとこれで、まず、アルファプラスベータがマイナス 2T だから、ベータをまず消去してあげると、T 引くアルファが2アルファ足す 2T。なんで、3アルファがマイナス T。この式に入れて T 出したいから、アルファイコールしてみよう。アルファイコールマイナス3分の 1T。で、次にこれとこれからやっぱり、このアルファ消去すれば、ベータイコール T で表せるんで、アルファ消去したいから T 足す2、T 足すベータが2アルファと、ベータ足す、移行して、だから2倍して、やればアルファ揃うから、2ベータ、で、こっち来て 4T がマイナス2アルファと。そうすると 5T 足す3ベータが0なんで、ベータはマイナス3分の 5T と。そしたらあとはそれをここに入れてあげれば OK と。そうするとこれとこれの掛け算、9分の 5T 次乗が 3T 次乗引く2と。なんで、こっち持ってくればいいから、3分9分の27引く9分の 5t 次乗が2なんで、9分の 22t 次乗が 2t 次乗はひっくり返して11分の9ってことは、 t はプラスマイナスルート11分の3と。で、これで、まあですから、こっちの時とこっちの時と両方、まあ一応出ましたと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。